お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今ねこちらに映ってるのがうちで飼育しているリクガメのケージ、トロベネでね飼育してるんですけど、ヘルマンリクガメとギリシャリクガメ、ここに2匹いますね。ヘルマンとギリシャをね、飼育してますと。で今日は何の動画かというと、ちょっとね面白いって言っていいのかな、あまり見ないシチュエーションに出くわしたので、ちょっとカメラをね回したんでね、まあ、まずね、そちらをご覧ください。おい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 、ちょっと君たち何やってんの。君たちギリシャリクガメと、あ、なんじゃその顔は。おいおいおい、ごめん待てよ、ちょっとどういうこと、遊んでんのか。君たち種類違うけど、まだ早いでしょ、大きさ的にもそんな生成熟してないと思うし、これはけしからんな、けしからんな、これは別々に分けて買った方がいいかもしんないね。何あんた、お前何こすりつけとんねん、お前。どうした。P じゃねえよ。これは大丈夫か、これ。面白い絵面やな。いや、本当に、疑似レッスンですかね。多分ね、できてはないと思うんですよ、全然。P じゃねえんだよ。できてはないと思うんですよ。できてはない。お前、なんかよくね、リクガメもなんか、ほら、別に出てないから、遊んでんだよ。レッスンか？お前、どうなった？別にね、なんか別に問題なさそうだけどね。ちょっと甲羅濡れちゃってるけど。びっくりしたね。だからこんなところで。あなたたち、種類、おい。あなたたち、種類違うんやけど。かかっちゃうのかな、ギリシャとヘルマンって。どうなんでしょう、詳しい方いたら教えてください。早いうちに、やっぱ別々に飼った方がいいのかもね。多分この子がオスでこっちがメスなんでしょうね。オス同士だったらやばいぞ、これ。いろんな意味で。オス同士だったらいろんな意味でやばいぞ。いや、びっくりした。ちょっとおこなんか。あんたちょっと爪切った方がいいかもね。ちょっと爪伸びすぎかもね、あんた。なあ、ちょっと爪伸びすぎかもしれんよ、これ。いやー、ほんまに。すごいわ。急になんかピー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 言うから何のこっちゃと思って見てみたら。なんかもうやってましたね、いろんな意味で。まったく。いや、でも気をつけないとですね、本当に。たまたまオスとメスでギリシャとヘルマンという別のね、種類なんで、交雑種ができちゃっても、まあ困るしね。どうなんだろう、いるのかな、売ってんのかな、ギリシャとヘルマンの交雑種って。ちょっとこの辺僕詳しくないんで、ちょっとね、リクガメはそこまで詳しくはないんでね、わからないですけど、まあでもあんまりね、一週間交雑は、良くない気はしているんでね、ちょっと考えましょう、飼育の環境をね。まあということで、なかなか、動画にはね、出てこない子たちも、だいぶさ、散らかしてね、出てこない子たちなんですけど、どうした？かわいいね。
動画には全然出てこないね、うちのリクガメ2匹ちゃんなんですけど、まあ、ちょっと面白い、状態に出くわしたんでね、動画を撮らせていただきました。甲羅綺麗だね。うちの子たちはほんとね、甲羅綺麗なんですよ、甲羅が。甲羅がマジで綺麗。綺麗なまん丸の甲羅になってる。甲羅もほんとに、ね。うん。まあ、また、ちょっと様子見たり、視聴者さんのね、意見とかね、亀飼ってる人のね、意見をね、踏まえて、セパレートを作ってね、別々で飼育したりだとかっていうのを工夫はね、していこうかなと思うので、ぜひ、詳しい方はコメントでいろいろとね、教えていただけると嬉しいです。ということで、本日の動画は、リクガメちゃんの動画になりました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。